ジョジョの奇妙な冒険って、すごく人気だよね。ああ、荒木博彦先生が創作した名作だぜ。特にスタンド能力が注目されてるよね。そうだな、スタンドはジョジョの魅力の一つだ。でも、スタンド能力には謎が多いんだよね。ああ、未解決な謎があるんだぜ。例えばどんな謎があるの？いくつか紹介するけど、興味深いぞ。ぜひ教えて、マリサ。まずは、スタンドの誕生と発言のメカニズムだな。それってどういうこと？詳しく知りたいな。よし、順番に話していこうぜ。ワクワクするね。早く教えて。スタンドは精神エネルギーの具現化なんだ。それって、どうやって生まれるの？そのメカニズムが謎なんだよな。具体的にわからないの？ああ、遺伝とか条件がいろいろあるが不明なんだ。覚醒する条件とかもあるの？ああ、でも全部はわかってないんだぜ。進化や成長もするんだよね。その通り、成長や強化も不明な点が多いんだぜ。なるほど、もっと知りたくなったよ。了解だ。スタンドの謎を一緒に解明していこうぜ。もちろん、よろしくね、マリサ。じゃあ始めるぜ。スタンドの謎を解明だ。スタンドって、どうやって生まれるの？スタンドは精神エネルギーの具現化だぜ。精神エネルギーって、具体的に何？それが謎なんだよな。説明は曖昧だぜ。じゃあ、どうやって覚醒するの？覚醒にはいくつかの条件があるらしい。条件って何？遺伝も関係あるけど、それだけじゃない。どういうこと？全員が遺伝で覚醒するわけじゃないんだぜ。他にはどんな条件があるの？強い感情や危機的状況も関係するかもな。強い感情？怒りとか？そうだな、怒りや悲しみ、喜びとかだぜ。なるほど、スタンドは成長もするの？ああ、スタンドも成長するんだぜ。どうやって成長するの？戦いの経験とか、精神の成長とかだな。じゃあ、どんどん強くなるの？そうとも限らないぜ。進化も条件がある。進化って、どういうこと？例えば、新しい能力が追加されるとかだな。面白いね。他には何かある？スタンドの強化もあるけど、詳細は不明だぜ。スタンドの進化は必ずしも起きるの？そうでもない、特定の条件が必要なんだ。条件ってどんなもの？心の成長や特定の経験、戦いの結果だな。じゃあ、誰でも進化できるわけじゃないんだね。その通り、選ばれた者だけが進化できるんだ。選ばれた者って、どうやってわかるの？それがまた謎なんだぜ。明確な基準はない。なるほど、それがスタンドの奥深さなんだね。そうだ、だからこそ面白いんだぜ。マリサ、ありがとう。もっと知りたくなったよ。スタンドって、どんな物理法則があるの？スタンドにはいろいろな制約があるんだぜ。例えば、どんな制約？スタンド使いの近くで強くなるんだ。どれくらい近くなら強いの？具体的な距離は明示されてないぜ。へぇ、じゃあ遠くなると弱くなるの？その通り、離れると弱くなるんだ。どれくらい離れると弱くなるの？距離の具体的な関係は謎のままだぜ。それに、一部のスタンドには、このルールが適用されない場合もあるぜ。例えば、長距離操作が可能なスタンドや、距離によって力が変わらないスタンドも存在するんだ。そうなんだね、お勉強になったよ。スタンド同士も影響するの？影響するけど、その範囲も曖昧なんだぜ。スタンドが他のスタンドに触れると？影響を受けるが、詳細は不明だぜ。何が起きるかわからないのね。そう、時には予想外の結果になるぜ。スタンドの独立性って？スタンドには自我がある場合があるんだ。自我？勝手に動くの？ああ、勝手に動くスタンドもいるんだぜ。それって怖いね。時には頼りになるけどな。でも、全部がそうじゃないのね。そう、すべてのスタンドが自律的じゃない。具体的な基準は？それも不明なんだぜ。難しいね、スタンドの知識って。だからこそ面白いんだぜ。スタンドのパワーって、近距離だけ強いの？ああ、一般的にはそうだな。遠距離でも強いスタンドってあるの？いるぜ、でも稀だな。そうなんだ、どんなスタンド？例えば、射程が長いスタンドだな。具体的には？例えば、ハーミットパープルだぜ。なるほど、それは便利そうだね。ああ、使い方次第ではな。じゃあ、スタンドの制約をどう克服するの？訓練や経験で克服できることもあるぜ。すごいね、スタンド使いの努力次第なんだ。その通りだぜ。スタンドって自分で動けるの？ああ、前述の通り、自律的に動くスタンドもあるぜ。自律的って、どういうこと？スタンド自身が判断して行動するんだ。それって、どれくらいの範囲で？その範囲や限界は不明だな。自我があるスタンドって、自分の意思を持つスタンドだぜ。全部のスタンドがそうなの？いや、一部だけだぜ。自我の基準ってあるの？それが曖昧なんだよな。自主的に動く基準は？それも明確じゃないんだ。スタンドに忠誠心ってあるの？スタンド使いに忠実なスタンドもいるぜ。でも、全部がそうじゃないんでしょ？もしかしたら、裏切ることもあるかもな。そうなんだね。スタンドに知識はあるの？スタンドが持つ知識の範囲も謎だぜ。スタンドの意識って、人間と同じなの？人間とは違うが、独自の意識を持つこともあるぜ。じゃあ、感情もあるの？感情を持つスタンドもいるみたいだな。それってスタンド使いに影響するの？影響することもあるぜ。使い手との関係次第だ。
タンド使いとの関係って大事なんだね。ああ、信頼関係が重要だぜ。スタンドの成長にも関係するの？もちろん、関係することも多いな。なるほどね。それにしても、自我のあるスタンドってすごいね。そうだ、戦闘中に独自の判断を下ろせるんだぜ。それってすごく便利そう。便利だけど、制御が難しいこともある。なるほど、だから使い手の力量が問われるんだね。そう、使い手の精神力が重要なんだ。スタンドの知識や経験はどうやっているの？戦闘経験や、日常の経験から学ぶことが多い。じゃあ、成長するのは使い手次第なんだ。その通り、使い手の成長がスタンドの成長にもつながる。マリサありがとう、スタンドのことをもっと理解できたよ。それにしても、スタンドのこと本当に詳しいね。まあな、興味が尽きないからな。私ももっと知りたいけど、どうすればいいかな？荒木先生に聞くのが一番だぜ。ぜひとも聞いてみたいよ。スタンド能力って、どれくらいあるの？スタンド能力は、本当に多種多様だぜ。具体的にはどんな能力があるの？物理攻撃から時間操作までいろいろだ。それってどうやって分類されてるの？明確な分類はないが、タイプはあるな。タイプ？どんなタイプがあるの？攻撃型、防御型、支援型などだぜ。それぞれの特徴は？攻撃型は強力な打撃、防御型は防御力だ。支援型って？仲間をサポートする能力が多いな。なるほど、能力の起源は？それが不明なんだよな。スタンドの進化も関係ある？ああ、進化して新能力を得ることもあるぜ。進化の条件は？具体的な条件は未解明だぜ。変異ってどういうこと？同じスタンドでも、能力が変わることがある。それって珍しいの？ああ、めったにないが面白い現象だ。能力の系統ってあるの？系統も明確ではないが、関連性は感じる。どういう関連性？似た能力が、血縁で受け継がれることが多いぜ。面白いね。それはどうして？精神の特質が影響するのかもな。能力の多様性って、どのくらいあるの？攻撃から支援まで、数百種類はあるだろうな。そんなにたくさんあるの？ああ、スタンド使いの数だけ能力があるんだ。分類の基準は？基準はないが、使い方や効果で分けられるぜ。例えばどんな分類？近接戦闘、遠隔攻撃、特殊能力とかだな。特殊能力って？時間操作や空間操作、精神攻撃などだ。それってどうやって習得するの？習得というより、スタンドの一部として現れる。なるほど、使い手次第なんだね。そうだ、使い手の精神や経験が影響する。能力の進化はどうやって起こるの？強い意志や、特殊な経験がきっかけになることが多いぜ。面白いね。他にはどんな謎があるの？能力の継承や変異もまだまだ謎が多いぜ。マリサ、ありがとう。またいろいろ教えてね。いつでも聞いてくれだぜ。ジョジョのスタンド能力って、本当に謎が多いよね。そうだな。その謎がファンの興味を引き続ける要因なんだぜ。荒木博彦先生って、あえて謎を残してるの？読者の想像力をかき立てるために、わざと謎を残しているのかもしれないな。それがジョジョの魅力なんだね。そういうことだぜ。謎が多いからこそ、いろいろな考察ができて面白いんだぜ。今後の展開でその謎が解明されることもあるのかな？今後の新しい設定や物語で、謎が解明される可能性はあるな。その日が楽しみだね。スタンドの謎が解ける日を待ち遠しく思うよ。本当にな、新しい展開がどうなるかワクワクするぜ。マリサ、スタンドの謎についてたくさん教えてくれてありがとう。どういたしましてだぜ、霊夢、楽しんでもらえたか？うん、とても興味深かったよ。それにしても、まだまだ謎が多いね。ああ、それがジョジョの魅力の一つだからな。荒木先生の次の作品も楽しみだね。そうだな、新たなスタンド能力や謎が出てくるかもな。これからも、ジョジョの奇妙な冒険を楽しみ続けようね。私も、ジョジョのことをもっと勉強しておくね。いい心がけだぜ。それじゃ、今回はこれで終了だぜ。じゃあ、また次回、楽しみにしてるよ。ああ、楽しみに待っててくれ。それじゃ、さようなら、マリサ、そして視聴者のみんな、また次の話で会おうぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。